零七ゴーストは、天宮幸と、市原幸野による日本の漫画、及び、それを原作にした、テレビアニメ。コミックゼロサムにおいて2005年6月号から2013年10月号まで、連載された。2009年4月から2009年9月まで、読売テレビ他で、テレビアニメが放送された。かつて人間世界に、フェアローレンと名乗る死神が現れ、世界に最悪を振りまいた。 しかし、天界の長が使わしたレイナナゴーストという七人の死神によって、フェアローレンは封印され、世界は平穏を取り戻した。時は過ぎ、物語の舞台、バルスブルグナナ大陸は、ラグス王国とバルスブルグ帝国という二つの超大国によって治められていた。ラグス王国はミカエルの瞳、バルスブルグ帝国はラファエルの瞳という魔石によって守護されており、 両国は不可侵条約を結び平和を維持していた。しかしある時ラグス王国が教会からパンドラの箱を奪い、さらにラファエルの瞳を燃えようとしてバルスブルグ帝国と戦争になった。この戦争はラグス戦争と呼ばれ戦争の結果ラグス王国は滅亡し王族も断絶したとされた。ラグス戦争終結から10年後主人公テートクラインは バルスブルグ帝国軍に入隊するべく、士官学校で生活を送っていた。彼は、幼少期の記憶を失っていたが、ある日、自分がラグス王国最後の王の息子であることと、父を帝国軍参謀長官、綾波に殺されたことを思い出す。記憶を取り戻した帝都は、怒りの衝動から綾波に襲いかかるが、力及ばず投獄されてしまう。その後、 親友みかげの助力を得て、士官学校を脱走したテ都トは、バルスブルグ教会の司教フラウに本護され、教会にかくまわれる。その後、テ都トは、帝国軍と綾波への復讐を果たすことを誓い、教会の庇護の下で行動を起こす。帝都は復讐の前段階として、バルスブルグ帝国内で非検閲の特権を持つ司教の座を目指し、司教試験に合格してフラウ付きの司教見習いとなる。 その後、失われた記憶を取り戻すべく、聖地、税霊を目指して、各地のゴッドハウスを巡る旅に出る。担当声優は特に記載がない限り、ドラマ CD とテレビアニメで共通している。07ゴースト、教会関係者ブラックホーク帝国軍人、魅力の関係者王オオカの関係者ラグス王室大国のゴッドハウスラグス王室と、その関係者について述べる。 オークや第2区のゴッドハウスオーク家と、その関係者について述べる。クラート家、第4区のゴッドハウスクラート家と、その関係者について述べる。ハウゼン家、第6区のゴッドハウスハウゼン家と、その関係者について述べる。2008年11月にアニメ化されることが決定し、2009年4月から9月まで、読売テレビ他で、テレビアニメが放送された。全25話。 DVD 全13巻の販売数は5万6千枚に達している。アニメの次回予告はラブラドール役の宮田美幸紀,紀が担当している。2011年7月から2012年1月までキー局である日本テレビで遅れネットされた。読売テレビが制作した UHF アニメが日本テレビで放送されるのはドラゴンクライシスについで2例目。 ゴースト・ザ・ワールドコミック発売元である一人者のほか、テレビアニメ版として、マリンエンタテインメントからも発売されている。西陣より、CR07 ゴーストが発売されている。ありがとうございます。